民数記第20章。イスラエルの人々の全回収は正月になって陳の荒野に入った。そして民はカデシにとどまったが、ミリアムがそこで死んだので彼女をそこに葬った。その頃回収は水が得られなかったため、相集まってモーセとアロンに迫った。すなわち民はモーセと争っていった。先に我々の兄弟たちが死の前に死んだ時、我々も死んでいたらよかったものを、なぜあなた方は死の回収をこの荒野に導いて我々と我々の家畜とをここで死なせようとするのですか。どうしてあなた方は我々をエジプトから登らせてこの悪いところで導き入れたのですか。ここには種をまくところもなく、イチジクもなく、ブドウもなく、ザクロもなく、また飲む水もありません。そこでモーセとアロンは回収の前を去り、会見の幕屋の入り口へ行ってひれ伏した。すると主の栄光が彼らに現れ、主はモーセに言われた。あなたは杖を取り、あなたの兄弟アロンと共に回収を集め、その目の前で岩に命じて水を出させなさい。こうしてあなたは彼らのために岩から水を出して回収とその家畜に飲ませなさい。モーセは命じられたように死の前にある杖を取った。モーセはアロンと共に回収を岩の前に集めて彼らに言った。背く人たちよ、聞きなさい。我々があなた方のためにこの岩から水を出さなければならないのであろうか。モーセは手を挙げ、杖で岩を二度打つと水がたくさん湧き出たので、回収とその家畜は共に飲んだ。その時主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信じないで、イスラエルの人々の前に私の聖なることを表さなかったから、この回収を私が彼らに与えた地に導き入れることができないであろう。これがメリバの水であって、イスラエルの人々はここで主と争ったが、主は自分の聖なることを彼らのうちに表された。さてモーセはカデシからエドムの王に使者を遣わしていった。あなたの兄弟イスラエルはこう申します。あなたは私たちが遭遇したすべての患難をご存知です。私たちの先祖はエジプトに下っていって、私たちは年久しくエジプトに住んでいましたが、エジプト人が私たちと私たちの先祖を悩ましたので、私たちが主に呼ばわった時、主は私たちの声を聞き、一人の天の使いを使わして私たちをエジプトから導き出されました。私たちは今あなたの領地の端にあるカデシの町におります。どうぞ私たちにあなたの国を通らせてください。私たちは畑もブドウ畑も通りません。また井戸の水も飲みません。ただ王の王子を通り、あなたの領地を過ぎるまでは右にも左にも曲がりません。しかしエドムはモーセに言った。あなたは私の領地を通ってはなりません。さもないと私は剣を持って出てあなたに立ち向かうでしょう。イスラエルの人々はエドムに言った。私たちは王子を通ります。もし私たちと私たちの家畜とがあなたの水を飲むことがあれば、その値を払います。私は徒歩で通るだけですから何事もないでしょう。しかしエドムはあなたは通ることはなりませんと言って、多くの民と強い軍勢とを率い出てこれに立ち向かってきた。このようにエドムはイスラエルにその領地を通ることを拒んだので、イスラエルはエドムから他に向かった。こうしてイスラエルの人々の全回収はカデシから進んでホル山に着いた。主はエドムの国境に近いホル山でモーセとアロンに言われた。アロンはそのために連ならなければならない。彼は私がイスラエルの人々に与えた地に入ることができない。これはメリバの水で、あなた方が
私の言葉に背いたからである。あなたはアロンとその子エレアザルを連れてホル山に登り、アロンに衣服を脱がせてそれをその子エレアザルに着せるなさい。アロンはそのところで死んで、そのために連なるであろう。モーセは主が命じられた通りにし、連れ立って全会衆の目の前でホル山に登った。そしてモーセはアロンに衣服を脱がせ、それをその子エレアザルに着せた。アロンはその山の頂で死んだ。そしてモーセとエレアザルは山から下ったが、全会衆がアロンの死んだのを見たとき、イスラエルの全家は30日の間アロンのために泣いた。